Hi you guys, how you doing? Welcome to Yo channel. I'm Yo. I am the ladies champion of the... I am the ladies champion of World Pipe Smoking Championship in Japan in 2018. This one, yes? First place. So, this program is to introduce you the nice smoking pipes. But today I'm very nervous because it's first time for me to make the video in English. So I'm so sorry my poor English. If you don't understand me, please use the Dr. Google or DeepL. I think that's best solution. Well, I have special topic today. That's very, very big project. I want to talk about 16 Iverson. As you know, 16 was and is the father of Danish handmade pipes. 16 had a son, Lars, and not only Lars, but also his granddaughter, Nana, is a world-renowned pipe maker. The Iverson family is a great pipe maker family, both in name and reality. In this video, I'm gonna focus on 16. He has a lot of brilliant achievement in the pipe field, but I'm not interested in such his official career, cause you can find such facts on the Pipedia. I want to know more personal story and his other face as a daddy or a grandpa. So, I applied for an interview with Nana. She's a very nice person and we have known each other for about 10 years. She kindly agreed to this interview. She's the only person who worked with 16 at his workshop. So, I want you to read all of her words. This is real words of Nana about 16. And before showing you the interview of Nana, I want to say thank you to Nana. Hi Nana, how are you doing? You are very busy, I know. Thank you so much for helping this video. You spend a lot of time for me. I really appreciate it. Thank you. And I love your message. Thank you. This is very heavy, but I can break this plastic cover. And hi, boys. You are watching this video, I think. Your mother is very, very famous pipe maker. Everybody likes your mother's works. So, I've never seen you, but I have known for a long time because your mom sometimes send me your pictures. I really love it. Thank you. So, let me get back on track. We are talking about 16, right? From this point, I am going to speak Japanese. I'm Japanese because you guys, you can read English. はい、じゃあここからは日本語でいきます。楽です。では最初の質問。シックステンはあなたにとってどんなおじいちゃんでしたかという質問です。はい、これが答えです。私のおじいちゃんはもう超超超優しいおじいちゃんでした。おじいちゃんとおばあちゃんは当時コペンハーゲンの大きなマンションで暮らしていて、私たちのちょっと田舎のですね、生活とはまるで違う生活をしていました。私のお姉さんと私は、よく彼らの家に遊びに行ってとても甘やかされていました。
シクステンは早くから私に釣りの仕方だとかキノコ狩りだとかそういうことを教えてもらって、彼はそれらはですね彼の大きな趣味だったということですね。シクステンはとてもクリエイティブな人で何でも自分で作ったり修理していました。彼は私たちの話をじっくり聞いてくれて楽しいことが大好きで一緒にいてとても居心地が良かったです。彼はそして、野菜作りお花作りそういったことが大好きで多くの時間を自然とともに費やしていました。私はこんな素敵なおじいちゃんを見たことがありません。そして私は彼が教えてくれたことそして彼自身をリスペクトして長男にシックステンと名付けました。私は今でも毎日彼にアドバイスを求め彼のユニークな才能に驚嘆しています。クエスチョンナンバー2、あなたが、ワークショップで彼と働いた時どんな話をしていましたか？もちろんパイプや素材、技術の話もしましたが、コーヒーブレイクになるとシックステンはスウェーデン時代での幼少期、青春期、自分の人生や経験を語り、記憶力が驚くほどよく、語る口も上手で、とても好かれているのか、よくお客さんがワークショップに来ていました。私自身はあまり話すことはなく、聞く方に回っていました。でも、それでも良き仲間でした。クエスチョンナンバー3、あなたから見てシックステンのパイプはどうだったんですか？忖度なくあなたの意見をお聞かせください。実は子供の頃私はシックステンのパイプをあまりよく理解できませんでした。というのも父ラルスのパイプに比べると小さいし、竹や角を使うっていうこともあまり好きじゃありませんでした。今では大好きですけどね。それが大人になって劇的に変化しました。と言いますのも、彼のパイプはクリエイティブという一言ではとても片付けられない何か他の背景があると気がついたからです。私の意見では、彼は今でも最も独創的なパイプメーカーだと思っております。彼の喫煙ということに関するパイプのデザインはどれも完璧で、彼の想像力は無限大で、彼がまだ作っていないデザインを見つけるのはとても難しいです。シックステンはとにかく素晴らしく、規律正しく一生懸命に、しかし常に好奇心と喜びを持って仕事に取り組んでいました。私は祖父のようにはなれるとは思いませんが、祖父を喜ばせ、誇りに思わせるため、日々努力しています。クエスチョンナンバー4。シックステンから受けた最も大きな影響は何でしょうか？私は18歳の時にシックステンのワークショップで働き始めました。それまではのんびりと年に数本パイプを作る程度でした。シックステンでは勤務時間が決まっていて、9時、12時、3時が休憩時間でした。最初の数ヶ月はマウスピースしか作らず、多くは廃棄され指を痛めましたが、だんだん作るのが上手になりました。あらゆるパイプの修理もしましたが、もちろんそれはシックステンのものです。シックステンが求めたのはただ一つ、何度やり直そうとも品質が一定であること。彼は私に様々なパイプの破損の修理を教えてくれました。角、竹、銀の扱いも学びました。彼は失敗から学ぶことでより良くなることを教えてくれました。彼は失敗に対して怒ることはなく、プロセスの中にポジティブなものを見出していました。シックステンは新しい道具を買うことはほとんどなく、むしろ一度も買ったことがありません。彼は私にノコギリを引くこと、穴を開けること、ドリルを回すこと、今ある材料を再利用することを教えてくれました。今でも私はシックステンの道具を使っています。私のパイプはすべてボーノルドがずっと昔に使ってた古いドリルで穴を開けています。私にとってシックステンやラルスの道具を使うことは意味があり、有意義なことだと感じています。シックステンからは何よりもまず仕事に対する姿勢、素材や道具に対する敬意、木目を生かして形を作ること、完璧になるまで続けること、
決して諦めずに想像力を働かせることを教わりました。シックステンのものづくりに対する大きな喜びと熱意。彼は秘密を持たず、自分の知識を惜しみなく必要とする人に教えました。彼の前向きな姿勢は多くのパイプメーカーを助け、私もその一人です。Well, how was it? Did you enjoy this video? I did. Finally, I want to say thank you to Nana again. Thank you, Nana.I have a plan to introduce the interview all about Rouse. Maybe next video, I think, I hope. So please describe and good. Thank you and see you next video.